どっちありやす、今日なんですけども、アレンジからですね、セカンドですね、2回目のデリバリーが入ってきましたので、ご紹介したいなというふうに思います。はい、見てください。これもう今回ですね、シャツ2型2色ずつとパンツ1型が入ってきております。もうね、こうパッと見ただけでもこの色使い春っぽいですねというふうに思うかと思うんですけども、本当にね、今回はね、ストライプと無地のものですけども、色がいいですね。はい、まず一つ目がそうですね、ストライプの生地のものですね。こちらとこちら、はい、2色展開ですね。いいよ、なかなかないようなストライプの生地でね、なかなかいいと思います。はい、そしてこの色もね、はい、これもどうですか、このちょっとペールカラーというか、ちょっとグリーンっぽいのとイエロー、薄い、淡い色の綺麗な色味、色いいですよね。はい、でこっちはね、ちょっとオックスフォードっぽい、生地ですね。オックスフォードの生地になってます。はい、そしてパンツ、いや、これがですね、皆さん、このパッと見たらさ、あのデニムパンツみたいな形してるじゃないですか。で、実際そうなんですよ、ファイブポケットで、デニムパンツの形をしているんですけども、素材がですね、ウールとモヘアなんですよ。ウールとモヘアでですね、ちょっとね、質感は全くデニムと違うんですよね。ネイビーです。これもね、ちょっとまたね、後で履いてみますけど、いいんですよこれ。はい、面白い、スナックスっぽい、生地のね、ウールで作った、形はデニム。はい、まあそんなような感じでございまして、一応シャツはですね、今回、こちらのオックスフォードの形とストライプの形、両方トーマス・メイソンの生地を使ってる、はい、そういったシリーズとなっておりますので、まあね、早速着てみたいと思います。シャツから着ますね。はい、着てみました。どうでしょうか。ストライプの方ですね、シャツでございます。いいんですわこれ。これね、色合いが非常にいいですよ。はい、最初に言っておきます。こちらですね、僕が着ているのはサイズ3で、お値段24,000円でございます。どうでしょうか。ちょっとシルエット的などうかお話しするとね、こんな感じですけど、皆さんね、これサイズ3なんですよ、僕着てるの。サイズ3なんだけど、でもね、そんなに大きくないんですよ。そんなにバカでかいって感じじゃなくてね、3の割にはね、結構サイズ感がね、元からちょっとコンパクトなのかもしれないんですけども、サイズ3で結構ちょっとこう抜け感のあるような着こなしで、僕は提案したいなと思ったので、僕くらいの体型のね、人間172センチとかでも、あのサイズ3、いいんじゃない、サイズ2でもいいと思うんだけどね、もっとタイトに着たいっていう人は。でもなんか僕はちょっとこの、柄もそうなんですけど、あんまりね、ジャストサイズすぎると、本当になんか、なんていうかな、ドレスすぎるというかね、本当になんかその、スーツの中に着るシャツみたいになっちゃうかなとかっていうふうに思ったんで、僕はこう、あえてね、ちょっと、少しゆったりめの抜け感みたいな、ざっくり着るみたいな、そういう提案ですね。でもサイズ3にしてはそんな言うてね、大きくないですよ。程よいリラックス感があるかなというふうに思います。はい、で肩もちょい落ちるんですけど、袖もでも言うてそんな長くないんですよね。そこまで長くないし、身幅はちょい広めかもしれないんですけど、でもなんかこう着た時にストンと落ちる感じでね、はい、この辺の何ですかね、裾の辺のこの布の動きというか、なんかこういうのもね、ちょっとサイズをワンサイズ上げたことによってちょっと動きが出るじゃないですかね。今僕ボタン閉めてますけど、ちょっとね、開けてもね、いいと思います。これからの季節とか、本当にこうやって開けてね、ざっくりちょっとなんかこう着る感じでも、ちょっともうよりルーズにね、ざっくりこう着る、全然ありですね。肩抜いてもいいと思います。はい、抜きたい人は抜いてください。こう肩をションと抜いてもいいと思いますしね。結構このサイズ3っていうサイズね、結構僕的には一番いろんな着こなしに、お楽しみいただける、その幅があるのかなというふうに思っております。いいんですよ、サイズ感がね、いいですねと僕は思いました。やっぱ入ってきて着てみてね、思いましたね。
で、ストライプの生地こんな感じです。ね、この犬のいいでしょ。なんか本当ね、春っぽいっていうか、なんていう、ポッと明るい、なんかそういうような印象ですよね。目を引くというかね。いいっすね。で、こっちがまあちょっと色違いのね、ブルーの方ですけど、こっちはこっちで、ね、サックスの色が非常に美しくですね。うん、いいっしょ。僕はこのストライプね、結構あんまなさそうじゃん。あんまなさそう。あんまありそうでないようなね、ストライプの柄で、なんかいいなと。うん、なんかちょっとモダンな雰囲気もしつつね、かといってなんかおっさん臭くもならず。なんか程よい感じでね、いいバランス感だなと。まあ、シルエットも相まって。で、生地がね、やっぱめちゃくちゃいいですね。うん。本当に、わかるかな？もうこのなんか、シャツ着てる時の音？音でなんとなくね、生地感っていうのがわかったりすると思いますけども。はい、非常に滑らかで上質な生地だと。糸が細いですね。打ち込みがあるっていうのがすぐ着てわかるような、こうパリッとした、そういったシャツですね。いや、いいね。いいっすね。なんかこのサイズ感好きですね。まあ、ちょっとこう、例えばこう、シャツインしたりしてもいいと思うんですよね。はい、まあそんな感じでね、ストライプのシャツでございます。はい、じゃあ次こちらオックスフォードのシャツ着ていきたいと思います。はい、着てみました。どうでしょう。はい、最初に言っておきますわ。こちらですね、サイズ3、またしても3で、お値段24,000なんで同じですね。価格もサイズも同じでございます。こっちも24,000なんで。はい、どうでしょう。で、あ、色がね、ミントっていう色ですね。ちょっとグリーンの、はい、ペルカラーの色でございますけど。色だな。色がめちゃくちゃいいな。これは非常にいい。色がね、こういう、なんていうんですかね、淡いペールカラーで、っていう色、うん、あんまりね、メンズで出してるとこないんですよね。意外に。これ意外にメンズ出してるとこなくて、大体ね、ウィメンズとかになっちゃうんですよ。こういう色ってちょっと。うん。なんですけど、それをこう、ね、だからあんまないんで、いいっすよね。こういう色合いの。これまた、ね、ちょっと春っぽい感じの、うん。爽やかな感じの、華やかな感じの、そういう色合いで。で、生地はですね、ちょっとこっちの、ブロードシャツとはちょっと違って、まあ、さっきも言ったんですけど、オックスフォードっぽいんですよね、ちょっとね。なんですけど、その生地自体のね、凹凸みたいなのは結構、小さくてですね、いわゆるなんかオックスフォードで結構、なんていうかな、まあ、ボコボコしてるというか、結構生地に凹凸があったりするわけじゃない、したりするじゃないですか。でも、これは、そういうのがなくて、若干光沢があってね、どっちかというと非常に上品な感じに、カジュアルというより結構上品な感じに、仕上がってる、そういう印象ですね。で、サイズ感は全くこっちと一緒なんですよ。さっき のストライプのこちらのものとサイズ感は全く一緒なので、さっきも言ったようにこうサイジン3なんだけど程よい感じでね、いや、いいなと。あ、この角度いいじゃないですか。これこうね、パンとこの辺の布の動きいいんだよな。この色好きですね、僕ね。この色非常に好きです。で、こっちがイエローなんですけどもね、イエローもいいですよ。ちょっとまあゴールドというかね、イエロー、はい。で、ここに刺繍が入ってるんですよ。フローレンスと書いてありますね。こっちにも入ってます、実は。同系色の糸なんで、よくよく、見ないとちょっと分かりづらいっちゃ分かりづらいんですけど、実はね、ここに刺繍入っとるんですよね、実はの話。はい、ここにね、なんか英文が書いてありました。 I saw so you、 ちょっと読めないですけど同系色でなんか文字が書いてあります。はい、いや、いいんじゃないかな。だからシャツ系ね、うん、ちょうど本当今ね、3月も入って暖かくなってきてね、シャツ1枚で出ていけるかどうかみたいなこととか、まああとはね、こうインナーの中もそんなに、アウターの中か、アウターの中も別にそんなに厚着する必要もないみたいな、シャツ1枚でいけるなみたいな日多いんで、この上にライトアウター、なんかジャケット1枚みたいな、そういった時にね、これインナーとしてパーンとこういうの入ってると、まあこれもそうだし、こっちもそうですけど、
非常にいいんじゃないかなみたいな。みたいな。はい、まあそう思いますんでね。はい。そんな感じでございます。じゃあ次。最後、パンツ履いていきたいと思います。はい。パンツ、履いてみました。どうでしょう。これね、すげえ形綺麗なんですよね、これ。ストレートの、ちょい、スリムかな。ちょいスリム。うん。まあ、レギュラーといってもいい、レギュラーよりちょい絞ってる感じですかね。はい。で、最初言っておきます。僕が着てるのは、ですね、サイズ1。で、お値段3万5000円でございますね。3万5000円。ね。で、ちょっと丈が長めなんですよ。丈が長めなんで、若干こう、クッションできて、ちょっとクシュってできるって感じですね。なんかジャストサイズとか、なんかなんていうんですかね。ここのクロップドとか、なんかそういうわけじゃなくて、ちょっと、若干クシュッと、裾の辺で布のたまりができるっていうのが、イメージです。はい、そういうイメージですね。これめっちゃ形いいな。すごいいいですよ。でね、程よい細さなんで、程よい太さなのでね、別になんかこう窮屈なこともないし、すごい履きやすい。さらっと、ほんとデニム感覚で履けるんだけど、着心地は、履き心地は確実にデニムよりいいですね。軽いし、うん、動きやすい。で、生地はね、こんな感じなんですよ。これちょっとね、ツイルっぽいんですよね。わかるかな。ちょっとカメラ越しに伝わるかわかんないんですけど、この折り方、生地の折り方がね、ツイルですね、これ。はい。で、ちょっと若干光沢があってね、うん、若干光沢があって、まあなんか、見え方によってね、カメラ越しだとちょっとこう黒に見えるかもしれないですけど、でもこれダークネイビーに近いね。本当に深い、ネイビーっていう色味で、インディゴのデニムがみたいなパッと見でも違うんですよね、全然。で、実はの話なんですけどもね、これとね、友字の同じ生地のジャケットがあるんですね。ダブルのジャケットがあって、それはめちゃくちゃかっこいいんですけど、それとセットアップでこう着ていただけるっていうような、今回ジャケット入ってないんですけど、実はそうなんですよ。これね、ダブルのジャケットと合わせてね、セットアップだとまたちょっと印象変わってね、非常にかっこいいんです、それが。うん。で、パンツはデニムの形で、パイルポケットじゃないですか。そのね、なんかちょっとこう、バランス感というかね、違和感、ある種の違和感みたいなのが、ね、非常にかっこいいです。上、カチッとしたダブルで。それは結構僕、今季おすすめのね、スタイルなんですけど。で、今ね、ちょっとついでになんですけども、黄色いシャツ着てみましたけど、やっぱね、こういうなんかボトムズの色が濃い、ネイビーとか、まあブラックとか、そういう、ボトムズに関して、対してすごい色合いますよね。これネイビーとかすげえいいと思いますね、相性が。これな、この上から、そう、ダブルのジャケットとか着たらめっちゃかっこいいと思うな。このセットアップの中にこのシャツ、あ、めっちゃかっこいいと思いますね。いやでもこれはいいです。このパンツめっちゃいいです、これ。なんか多分、すごい、毎日履いちゃう系のパンツかもしれないですね。それくらいなんかこう、使い勝手が良さそうな、うん、パンツでございます。いいっしょ、このまましゃー。で、ちょっと裾面ちょっと溜まるかな、みたいな。はい、そんな感じでですね、シャツとパンツ、入ってきましたのでご紹介いたしました。また例によって概要欄の方からリンク飛んでいただいてね、ぜひぜひチェックしていただければなと思います。基本的に再入荷はございません。はい、なんかいいタイミングでシーズン的になんかこの時期に一番もうなんかそのままスパッと着れるみたいな、なんかそういうアイテムが入ってきたんじゃないかなと思ってます。シャツとかね、2万4000円ですか、安いっすよね。普通に2万4000円ですよ、シャツ。普通に安いなと思います。はい。生地もいいし、仕立てもいいんで。はい。そんな感じでございますね。では、また。